どうも、下井くんです。みんな生きてるかーい。さあ、下井くんの特定小型電動キツキ自転車 SS1、電動キックボードっつったけど、まあ実際は E バイクなんだよね。キックボードの要素はどこにもない。で、元旦の日の出の動画見ていただいたと思うんですけど、ここのね、リンク見るとわかるんだけど、連結をしましたよね。帰ってくる途中で止まりました。実はね、連結2回目なんだよね。で、冬にバッテリーが悪くなるのはまあしょうがないとしてもね、実質ね、40キロか50キロ走ると言われてるんだよ。バッテリーは10アンペア。36ボルトのバッテリーね。で、モーターは350ワット。計算上はね、やっぱそれぐらい走ることになってんだね。ただし、連結2回目。これはね、さすがに怖くて、遠出というか、片道10キロも怖くて走れない。途中にね、坂道があったりね、上り坂とかあったりすると、もうね、終わりなんじゃないかなって言ってね。もうハラハラドキドキするんだよね。ということで。下井くんの特定原付 SS1、バッテリー本当にちゃんとなってんのかをチェックしてみよう、やってみよう。ということで今ね充電中なんだけど、実はもうこれ電結しときました。で、電結してゼロの状態からどれぐらいね充電されるかを見れば分かるよね。もしバッテリーが劣化してたらね、1年未満は保証対象なんでね、もう保証で交換してもらいますよ。ということで、まずはバッテリーを電結させるまでを見てください。それじゃあ行きます。さあ、まずはバッテリーをゼロにしましょうね。急激に走らなくなるからね、こいつは、ね、特徴的に、はいはい、トラックが超えてる。いやいや、怖いね、トラックが超えてる。そう、止まってるトラックが怖いんだよね。トラックの横がね、怖いんだよね。しょうがないね、これはね。自転車もそうだけどね、自転車歩道ガンガン走れるから、まあ、ここはいつものカンパチですよ。まだ大丈夫だね。特定原付は6キロだからね、ほどね。全然いけてる。電動モビリティの差がとして、バッテリーが減ると速度が遅くなる。そうね。多分ね、半分ぐらいになったら、もう速度、最高速度出ないと思う。まだ大丈夫だね。まあさすがにね、2メモリあったら行く、もうちょい行くと思うからね。2メモリあるのね。あ、40% 以下な。今んとこ 40% 以下ね、2メモリで。5メモリあるからね。きましょうね。5メモリ中2メモリだと 40% 以下。いやでも本当ね、特定小型原付便利なんだよね、こういう道が便利。そうね、今カンパチ走ってて思ったけど、ね、こういう道はね、制限速度も決められてるから、トラックはね、走らないからね、ガンガン。まあ率先してこういう道走りましょう。そう、こういう道は本当いいよ。はい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 、どんどん行って。細い道は得意ですよ。うん、これ電結ならないな。あら、電結ならない。なってたよさっき。なってたよ。なってたね。そうか、登ってくか。これ池ヶ谷駅ね。お、池上線のね、池前にある、これはスリアかダイソーか。よし、一回ここで休憩、はい、買い物ね。さあ、一つ目の買い物が終わって、今度お昼ご飯買いに行って、まだ持つかな、バッテリー。どんな感じ？どんな感じよ。まだ2メモリあるな。うん、2メモリある、ね、2メモリ。ちなみに今何キロ走ってる？トータルで122キロ今まで走ってるね。結構走ってる。オドメーター。オドメーター結構走ってる。結構使ってるってことかな。まあ、10月に来たからね、これ。10月納車だから。はい。交差点は？何してんの？これは右折だね。2段階右折。そう、2段階右折しないといけないからね。どんな交差点も2段階右折だね。それがまあ、これみんな気をつけてるかな。どんな交差点もね、原付きなら普通に曲がれるとこ、原付きはいいんだけどね。特定原付きだと2段階右折、本当自転車もそうなんだけど、そんな人いないでしょ。だけどこういうとこもスルスル行けちゃうんだよね。特定原付きをね、 YouTube で流したときはちゃんとしないとね。ここの2段階右折はちょっと分からないから大丈夫だよね。これどうなってんの、これどうなってんの。正確な2段階右折ではない。あ、これは道が曲がってるから、まあこう言ってもいいのかな。違反かもしれない。ここもね、曖昧なんだよね。ちょっと誰か教えて。違反かもしれないけど。さあ、ずれてんだよね。お昼ご飯。お、ちょっと。はいはい。ちょっと電圧がおかしくなってきた。あ、電圧きた。電圧見えないんだよね。やっぱメーターに電圧が見えるといいね。なんか速度がちょっと出なくなってきてる。うん。もうね。さあ、ちょっとこの東急で昼通う。メーターには
には絶対電圧計が必要。電圧計で分かるもん。まだメモリ2メモリあるね。まだ減ってない。まあこれ変えれるな普通に、うん、今ご飯買ったこれ歩道モードにしないとダメだね。そうそう、歩道モード、歩道モードにすれば問題ない。問題ない、誰も咎めない。しかも車道側を走るんで、車道側、ね、車道側走ってくださいよ。はい、はい、ここから歩道モードじゃなくていいんで、はい、通常モードに戻してください。戻すよ、うん、まあこれがちょっとめんどくさいね。止まるのね。やっぱ止まらないといけないけど、なんで止まらせるの。止まらせるって声が本当にめんどくさい。さあこっからはあとは本当バッテリーを消費するだけの旅、うん、止まらせるっていうのがなくなるだけでもいいのにな。あ、でももうスピード出ない、スピード出ない。あれ、まだ2メモリあるのに。2メモリあるのに、2メモリあるのにスピード出ないメモリ。2メモリ、2メモリ、もう本当メモリがね、信用ならない、ね、スピード出ないんだ。本当、あ、本当にスピード出なくなってる。これね、これは切れる寸前の感じするわ、ね。まあ、中華製のメモリだから全部全部中華製だよ、パーツは。速度の速度計見よっか、うん、はい、速度計にしましたよ、はいはい、これでね今20キロモードだから、うん、20キロ出なきゃおかしいね。そうなんだね。もうね、多分日本で売ってるやつのね、すべてのやつは中華製のパーツですよ。あ、もう全然加速がないわ。どっかで見たようなパーツが使ってるか、全く加速なし、はい、信用ならんよ。あっと、ないこの車どう事故ってんのこれ、止めてんの。今フルスロットルフルスロットルで今どう、全然出ない。全然もうダメだね。じゃあもう1メモリになってんじゃないの。なってるね多分。みんな道の真ん中すげえ歩いてる。あ、もう止まるわ。止まる止まる。まだ2メモリあるんじゃない。もう来てる、ほら進んだり止まったりを繰り返して13キロ、そうそうそう、15キロ。あ、もうダメだね。もうね、止まるの分かる。あ、もう1メモリになってるわこれ絶対ね。ちなみに今バッテリーいくつ、いくつ、そうだな。ほらバッテリーね、さっき2から1になったでしょ。なったね今ね。2から今1になってる。1はもうね、うん、ダメなんだよ。ダメなのか、1は使えないんだね、もうね。ほらほら、ガッ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 、いつもそうなって電結起こすんだね。こっから全然走らないから、はい、もうダメですね、うん、こういう症状が出ない。クククククってこう出たり、逆走してるけど大丈夫か。もう11キロしか出ない。11キロ出てない。進んだりね、止まりそうになったり繰り返して、うん、こうなったらもう終わりだと思ってね。おおほら今10キロしか出ない、フルスロットルで、うん、だからね、止まる寸前ですよこれ。 FS1 はね、4メモリしかないと思った方がいいね。4メモリ、あ、もう止まる、ああ止まるのが分かる、うんうんうん、分かるよ。ああ、6キロ。あ、上4メモリだけ見る。あ、もうダメです、うん、はい、こんな感じで止まっていくんですよ。あらら、リチウムイオンバッテリーは急に切れますよ。そうね、裏切るからね、うん、もう他絶望です、絶望。急にね、落ちるんだね、リチウムイオン。まだ E になってないね、まだ走る気満々ですよ、うんうん、ということでここから、まだ1あるね、じゃあ1キロ、6キロモードにしようか。6キロモードでいきましょう。ダメだ、6キロモードでは無理だわ。あ、もうダメだね、トルクが出ないんだね。6キロモードでも無理だ。うん、はい、元に戻しても一緒です、はい、いい感じでダメですよ、はい、ここでもう2段階右折して、はい、まだでも頑張ってますよね。頑張ってるね、遅いわこれ。平地だから、平地だから走る。押してね、歩いた方が早いんだよ。でも本当にやばいね。ああ。このゆっくりのバイクにこのスピードで抜かれるからね。どういう車が謎の動きをするっていうのが特徴ですよ。どういう動き、うん、まあ、止めたいんですよね。あ、前工事だ、もう工事してんだ、ほら。もう止まる、もう止まる、あ、もうダメっす、やばい、もうダメっす、止まるっす。あららららら、頑張れ。粘ってるけど止まるっす。ここら辺今工事が多いんだよ、下水とかね、掘り返してるから。まさかの工事中、ね、大変なのよ。何ヶ月もやってくれ今。うちの前もガタガタやられたからね。まあやってくれたんだけどね。はい、もうダメですよ。あ、動く、2キロ、やばい、6キロ、2キロ、これでももう GPS が追いつかないんだよね。あ、全然ダメ、全然ダメ。あ、みんな狭い道入っていく。まだ6キロ出てる、うん、6キロ出てますよ。通常モードで6キロ出てますよ、はいはい、あ、ほらここも掘り返してるね。お、うん、止まるな、
じゃあ止まるまで頑張っていきましょう。ちょっと頑張って。まあ電結だからね。あ、もうダメだ、止まる。電結ってもゼロになるわけじゃないよね。何回もやけど、はい、ゼロになるとやばいんだよね。下方電で、ね、バッテリーがいかない。ただ6キロ出てるよ、うん、充電もできなくなる可能性がある。3、はい、もう全然動かん、はい、多分ね、5% とか残ってると思うんだよね、はい、1% か 5% の間が、あれが電結じゃない。さよなら、さよならさよなら。よく乗ってられんな、2キロで。2キロ。2キロでよく乗ってられるな。まだ E マーク出てない。あれ、エラーってね。まだ1メモリってなってるね。うん。もう全然使い物にならないからね。エラーマーク出るよ、ちゃんと。もう全く走る気ない。1キロだからね。あ、そこを左曲がればスタイクにちなのに。走る気ゼロだわ。ああ。はい。はい。ま、家に着くまでに絶対切れる。いや、あと10メートルもないよ。エラー、あ、エラー出た。はい、今エラー出ましたね。うん、一瞬出た。今一瞬エラー出たね。うん、はい。もうエラー。ああ、もう動かない。アクセルをかけるとエラー。うん、あら。わかる。アクセルを開けるともうエラーが出ます。うん、どれ？もう進まないですね。あ、E の6？出たね。E の26番。いや、E の6で。のエラーが出て電結、うん。はい、そしたら、はい、この、ワットチェッカー、はい、これ最初に戻る、まあ、でもね、結構3000近くしてるんだよね。いや、2980。ただこれね、こうアースがついてるタイプなので普通には刺さらないね、ほんと。ということで、まあ、100円ショップで買ったダイソーだけど200円ね、これね。200円ね。今ダイソーで100円で売ってないもんね。売ってないよね、今ね。これに刺そう。コード系は、はい、まず刺して、まあ、多分お金から落とし、はい、伸ばしてワットチェッカーを刺す。耐久性が悪い。これアースがね、こうなるならないといけないから、まあね、で、これではい、充電器を挿す、はい、充電器を挿す、はい、そして充電すると分かるってやつね、はい、それでは充電開始します。分かるのかな、本当に。ここを開けて、はい、充電口、そこに充電口あるからね、はい、はい、そしたら充電開始、はい、はい、赤いランプついた。 OK ね、OK よ、充電開始してるね、うん、はい、それでワットチェッカーを調べると、調べると、これいろいろモード変えられるんだよね。そうなんだね、いろいろ見れるよ。これか、うん、今0ってこれか、これだね、累積だから。今 0.001kW 全然入ってない、ね、はい、うん、最終的に1時間41分で、うん、はい、満タンになりました、うん、多分ね7時間半ぐらいになってるはずなんだけどね、うん、ということで 0.432 入っております。入っております。これね、ずっとね回し続けるとどんどんね、うん、このキロワット少しずつ上がってっちゃうんだよね。そうそうそう、そうなんだね。まあ、おそらく、うん、ここら辺かな、この 7.7W とかが入っちゃってんだよね、おそらくね。なんでもうここ、うん、ここで終了。まあ結局ね、うん、交渉だと 0.36キロワットアワーじゃないといけないんで、ね、うん、めちゃめちゃ入ってるね。36V。これはね、やっぱバッテリーが、うん、何十年になればなるほど入ってくる容量が少ないんだけど、うん、ワットチェッカーに流れる量が多分一定なのかもしれないね。どうなんだろうね。まあちょっとね、ワットチェッカーによって値も違うって言われてますしね、うん、大体バッテリーをワットチェッカーで測ってる人もいないし、うん、見たことない、はい、今ねちょっとね、いろいろネットで調べたところなんだけど、リチウムイオンバッテリーの特性として、うん、なんか図のようなね、効率がこう落ちていくとかね、うんうん、最初の効率が悪いとかね、そうそうそう、いろいろあって結構複雑なんだけど、まあ、結局のとこエネルギー効率、うん、最終的なとこは 80% ぐらいだと言われてるんでね、うん、まあここでは約 0.8 をかけてみましょうかっていうことで、うん、0.8 をかけると、うん、0.432kW に対して、うんうんうん、まあ、0.8 をかけると、0.3456kW になるんだよね。まあ 0.345 としよう。近いやん。そうすると、うん、交渉では 0.36kW にならないといけないんだけど、ね、まあ約 80% って言われてるんで、ざっくり計算だともうほぼほぼ合ってますよね、容量がね。まあこの計算が合ってるかどうかは別として、まずそこ、一応リチウムイオンバッテリーの特性っていうのがあるらしいんでね、うん、大きく劣化しない、それがエネルギー効率が 80%、うん、まあそこから導き出したものなんで、うん、大丈夫だと思います。はい、はい、もう一つのシタイ君のね、素人なりの考えとして、充電が終わった後でもこの 7.8W っていう消費電力が出されてますよね。そうね、ずっとね。7.8W
と、うん、充電とは別の回路で使われてるってことですね。まあそうなるわな。バッテリー以外の回路だな、まあ、充電は今行われてないけど、うん、回路には流れてる。そうね。ということは、まあ、充電とは関係ない 7.8W っていうのは常に使用されてたってことだよね、うん、この 7.、まあ、そういうことだよね。まあ5時間としよう、7.5 時間、うん、まあそうなった時に、うん、この 7.8×7.5 時間をやれば、うん、バッテリーとは関係ないワットアワーが出ると思うんで、ちょっとやってみましょう。そういうことね。ということで、うん、58.5Wh ですね。うん、ワットね。で、バッテリーが入ったと思われてた 0.432kWh から引きます。うんうん、まあこれワットアワーに直すとね、0.0585 だからね。さあこれを引きますと、まあ、分かりやすくと432-58.5 でいいんだよね。373.5 っていうことは、うん、0.3735kW になるんですよね。スタイ君のこのバッテリーの満充電の予想は 0.36kWh、うん、ちょっと多いだよね。ということはほぼ満タンというかね、多分時間がね、スタイ君今ざっくり7時間半ですね、うん、明確に止まった時間分かんない、まあ、もしかしたら7時間15分で終わってるかもしれないから。そうなんだね。まあここを考えたら、うん、まあバッチリこの計算でも合ってるような気がする、まあね、これはバッテリーがね、うん、新品だから正しいであろうというね、うん、木さんのもとに作られた計算だから、うん、本当のプロの人がいたらそうじゃないよっていうのをぜひコメントください。一応まあ、うん、容量的にはちゃんとあるような気がする。これが測った人いないけどね。本当そうしとこう。うん、そうしとこうね。あと、満充電はやっぱね、うん、5時間じゃ終わらなかったね。満充電まで7時間半かかってるんで、うん、まあ、これがやっぱ冬の定め。うん、定め。そんな感じだよね。あと、ワットチェッカーの使い方間違ってるよっていうコメントなんかもあると嬉しいです。うん、そうですね。今のところバッテリーは大丈夫ってことだね。はい。まあ、だから冬だからだな。やっぱな。うん、ずっと冬のせいですよね。あと、坂とかでめちゃめちゃそうそうこう電気を消費するってことが分かったわ。結構坂登るからね。ということで。この子は正常っていうかやっぱ電動モビリティがそういう乗り物なんだね。わかりました。うんうん。はい、了解です。ということでスッキリしたんで、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。スタイ君でした。じゃあねー。